おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。月火水はマイクロビットの説明動画を公開しています。今はティニーソーターって言われる、Google さんが出しているとこのティーチャブルマシーンというのと RD のを連携させて こんな感じですよね。上から流れてくるお菓子を画像判別して右左に振り分けると。でこの時動いているこのサーボをこの Arduino で動かしてるっていうのをこれをマイクロビットに変えようっていう作戦で始めて、今週はいろいろ取り始めました。まずはそのまま Arduino で作ろうとしたんですけど、これまあ月曜日の内容ですが、結果的には Arduino Uno では作れなくて、レオナルドっていうちょっと高いウェブ USB が動くタイプの Arduino でないと検証できないっていうのがあって、でそれをチャット GPT に聞くと、マイクロビットだったら Web USB 対応しているのでできそうだっていうので、前回チャット GPT にいろいろ聞きながらと、まあファームウェアを新しくしたらできるんじゃないかっていうことで、ファームウェアのここのサイトのファームウェアの書き方をまあ見ながらと、マイクロビットバージョン2でファームウェアのこれ書きながら、これ押しながらケーブルつないでメンテナンスモードにして、持っているバージョン2に、まあこれ細かいことなんですけど、バージョン 2.0 と 2.1 と 2.20 っていうのこの3パターンあるみたいで、私が持ってるのは 2.0 だったのでこれを書き込まないといけない。で 2.2 と 2.21 をお持ちの方はこれを書き込まないといけない。で私これ確認せずにこれをこのハードウェアに書き込んだら500っていうエラーが出ちゃって、それを回避するのに少し時間がかかりました。結果的に違うパソコンに入れて改めて、これを書き直してなんとか復元したんですが、一瞬はマイクロビット壊れたかなと思ったんですけど、まあここの手順を、まあ、日本語翻訳してもらってと、まずここの動画でもあるようにこのリセットボタンを押しながらこれをつなぐと、メンテナンス、いつもはマイクロビットって見えるのがメンテナンスってなるので、メンテナンスになっているのを確認して、これなりこれなりバージョン2に選んで焼き込めばどうなるかっていうと、と期待したのはティニーソータのこの画面でこれを押して、そのマイクロビットバージョン2で最新ファームにしたやつを加えばここに見えてくれると思ったんですが、残念ながら見えてくれませんでした。まあそれがまあ今日の結論に近いんですが、でもそれじゃ面白くないなっていろいろググったんですよね。でググって見つけたのが、まあ、PS5JS っていうのがこのティニーソーターで使っている公開されているプログラムの環境なので、これとマイクロビットを Web USB っていうキーワードで引っ掛けて見つけました。そうするとマイクロビットバージョン2、これバージョン2って書いてあるんですよね、バージョン2にとこれを書き込んでくださいと、こういうコードです。まあブロックプログラムなんで、でこれ見ていると Bluetooth UART でつないでるんですよね。このあたりがちょっと私はケーブルで想定してたんですが、このサンプルでは無線で送る、案外もしかすると無線で送った方がいいんじゃないかなとかも思い始めました。ケーブルでやるとなんかうまくいかないので、でこれで、向こう側からは、ティニーソーターのこのこの画面か、この画面からマイクロビットに、とにかく判断結果を送れれば、あとはマイクロビットを動かすプログラムっていうことなので、まあそのまま使えるかどうかわからないですが、こういうサイトを見つけてマイクロビットバージョン2にこれを書き込む、でそれを書き込んだマイクロビットが、と私の顔出るのかな、これでこれじゃないか、これか、これじゃないか、これか、あこれですね、こんな形でこれハートマーク出てますが、
これここ最初だけでハートマークが出るので、こんな形で接続されるとマークが変わるというふうになってます。でこれをもう書き込んであります、これに。でこのサイトではそれを書き込んだやつと、でこのと P5 の JS で書かれているプログラム、それ開くとこれなんですよね。でこのプログラム結構これだけじゃなくて、これとかでこの HINDEX でそこそこ長いんですけど、これ実行するとこちらに画面が出てきて、でこういうサンプルになってるよと、ブルージェリーサンプルっていう。でスキャンを押すとここにいろんな Bluetooth でつながってるもの、これ私の携帯だと思うんですけど、あと私の Apple Watch とかが見えるんですが、これがこのマイクロビットで、これ選んでやるとペアリングができて、ここにペアリングできましたというふうになります。でこれちょっと私の顔が邪魔なんですが、 5×5 のマスに切ってあって、でここクリックすると今ニコちゃんマークになりましたよね。でこのクリックしたところに赤点が残りながら、そこのマイクロビットのところのドットが光っていくんですよね。消す機能はないんですけど、まあ、こんな形で今縦に3つですよね。でここの横押すと今こんな風になりましてね。っていうことでちょっと画面を他にも出せないのかな。ちょっと上の方にちっちゃいですけど、これぐらいで映ってますか。でここのこの画面ですよね、この画面のここをクリックするとそれがウェブから出力されて、無線でこのマイクロビット、ペアリングしたマイクロビットに飛んでるんですよね。このサンプルなかなか面白いんですよね。でこれを使えば、今四角にしました。で真ん中、あとこんな風に消す機能まではないみたいですが、こんな風にしてこんな模様になりましたというふうな、と有線ではないんですが無線で、シリアル通信で動くサンプルを見つけてきました。結構このプログラム重いので、これを融合させるのちょっと大変かもしれないですが、まあ一つの解決策としては、まあこういうのがあるかなと。でもここまで複雑にせずにもっとシンプルにしたいんですけど、一応こういうのを見つけましたということで、まずはここまでを宿題というか、この先はちょっと1週間時間取れるかどうか分かりませんが、宿題にさせていただけたらなと思います。このサイト結構面白いので概要欄に貼っておくので、関心のある方はこれ見ていただければいくらか勉強になるんじゃないかなと思います。はい、今日はちょっと短めですが、なかなか思ったようにいかないときはポンポンとはいかないもんですね。となんとかマイクロビットでやりたいというところで、今日見つけてきたこの P5 の JS と、ティニー・ソーターのプログラムを融合させれたらうまく動いてくれるんじゃないかなと思ってますが、できるかどうか微妙な感じです。チャット GPT がうまく助けてくれるのかどうかわからないんですけど、プログラム混ぜてこの機能だけうまくこのテクノロジーをここに埋め込んでみたいなことを言うと埋め込んでくれるんですかね。まあ一回まあダメ元でやってみてもいいかもしれませんが、ファイルがそれぞれ4つずつぐらいあるので、なんかちょっと厳しいかなとも思っています。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは月火水はマイクロビット、木金土はメタバースをテーマに説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。